今日の動画はですね、対談シリーズということでですね、まあいろんな人と対談しようかなと思ってたんですけども、まず一番最初になんか、12月、2023年の12月25日に、なんか10本以上アップした時に、いろんな対談をしたいんで、ぜひ、僕の大学の、卒業生とか、そういう人も、やりたいです、みたいな話をしてたらですね、なんか卒業生が一人なんか対談したいって、言ってきたんで、その人は、コピーライターとか、作詞家とかをやってるっていう、なんでその、ロック&ポップスコースの学生じゃなくて、僕がゼミっていうのをやっててですね、そこはなんかいろんなコースの人が来てて、そこでなんかもう音楽関係とかのビジネスの話とか、まあ割の方はスピリチュアルの話とか、そんなこともよくやってましたけども、そういう時にすごく興味を持ってくれてて、で、そのいろいろ卒業後も、ツイッターかな ?X の DM かなんかでいろいろなんか質問してくれたんで、たまに答えたりとかしてて、その人が対談したいっていうので、それでとりあえず対談してですね、その人がなんかいろいろコーチングを受けてるっていう、そのコーチングしてる人がなんか面白いから紹介したいというので、その人と会いに行ってですね。で、いろいろ話してたら面白かったんで、なんかちょっと YouTube で対談やりませんかみたいなの僕は思いつきで言って、まあ向こうもだからすごい乗り気で、携帯持ってない人なんですけども、今時珍しく。なんで、その人とも対談を2時間ぐらい撮ったやつを何本かに分けてやってるんで、その辺のシリーズを卒業生とその人が紹介したコーチングの人の対談シリーズっていうのが今日の動画です。そんな感じで、突然始めたらね、わけわかんないんで。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。